行くぞ。偉そうなことを言ってくれるじゃないか。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺の しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ。簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと。喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝る。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの。バカにするな。くそー。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。なんということだ。世界が違いすぎる。あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。
俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない、人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャウス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度はお前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。寸気候法はっ。何をしている、早く逃げるんだ。はっ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 これ以上気功法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯、まだ生きてる。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。なんてバカでけえ木だ。よっ。
本気な顔してやる。これは期待外れだったか。うわっ、うわっ、どうにか隙を作って逃げるしかねたのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か？そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ孫悟空。いつの間にあんな技を。